柴田です。今回はエフェクトのレビューなんですけれども、先日ですね、千葉県船橋市の千葉管楽器さん、いつも僕がお世話になっているんですが、そこにギターの改造でギターを持って行った時に珍しいペダルを見つけたのでお借りしてきました。そのお借りしたペダルはこちら、プラズマペダル、こちらになります。本日このレビューをさせていただきます。でこのプラズマペダルなんですけれども、ネットで調べたところによりますと、プラズマ管に、ここプラズマ管ですね、ここにプラズマ管があって、3400V の電圧を放出することで歪みを作っているということなんですよね。まあ、素人の私にはちょっとわからない感じではあるんですけれども、まあ、通常のディストーションとかとは違う形で歪みを作っているという感じなんでしょうね。で付属品、こちらステッカーですね。ステッカーが2枚入っていて、で説明書、取説はですね、英語版と、こちらは日本語版になってますね。これと全く同じものの日本語バージョンが付いております。では早速音鳴らしていきます。使うアンプはマイクロキューブです。こんな感じの設定にしてます。クリーンな感じですね。でまずはですね、ボリューム合わせをこっちの方とアンプの方とやっていきまして、ちょっとねボリューム上げ目の方がいいです。バランスが取れます。これがですね、ここセンターだとちょっと小さいですよね。ペダルを押した時に小さくなるので若干上げ目ですねがいいと思います。見ましたか、ここというふうな感じでビジビジと色が出てくるんですけれども、今ですねこのブレンドというですねつまみを完全に絞ってます。これを絞ると原音 100% になりますね。その他つまみはローの EQ とボルテージ、まあ、これが歪みみたいな感じなんでしょうね。そしてハイですね。で早速プラズマペダルの音を聞いていきましょうか。まずブレンド、これが今ブレンド0の状態ですね。じゃあここにしましょう。まあ、ここでも若干弱いですね。ちょっと半分ぐらいまで持っていきますね。おお、一気に来ましたね。ちょっとボルテージを下げてみましょうか。あ、これはもうほぼ原音みたいな感じになっちゃうんですね。下げるとこのプラズマが出てこないですね。あ、ちょっと出てくるけど若干弱め。うん、これで強さが、なんかごくごく普通にめっちゃかっこいいですね。ブレンドを、原音をちょっとなくす感じで。なんだろう、ファズっぽくもあるけどファズではないみたいな感じの、ちょっとフルにしてみましょうか。
ちゃかっこいいですね。これ下げてもいいかな。なんかね、キレがすごく、特にミュートをしなくてもね、このボルテージを真ん中ぐらい、12時ぐらいにすると、なんかこう波形を切ったような感じのロボチックな音になりますね。このブレンドがあることによって、実はですね、ベースでも使えるようになるという風な感じですよね。ベースはね、ファズなんか使うと輪郭なくなっちゃうんですけれども、このブレンドで弦音を残すようにすれば、ちゃんとベースとしてもですね、ボーカルが音を取れるような輪郭を残すことができるようになります。なのでギターだけじゃないですね、これね。まあ、自分的な好みはちょっと若干ハイをね、こんな感じのところが好きですね。感じでもいいかもしれないですね。めっちゃハードな、なんか飛び道具じゃなくて通常の歪みでも、全然普通に使えるような感じだと思います。個人的にはこの辺が好きですね。うん。このボルテージがですね、このぐらいの位置にあると、ビチビチっとキレがね、すごく良くなってくる感じですね。でブレンドもフルまでいっちゃうよりはこれぐらいの方がいい味が出るんじゃないかなという風な感じがします。では続いてはですね、ドラムリズムをですね、鳴らしてみようかなと。まあこれ使っていくうちに波形をズバズバ切ってるような感じが、なんかリズムに合いそうだったので、リズムを試してみたいと思います。まずはですね、ちょっとオフ状態にしておいて、まあ普通のリズムですね。これに、じゃあまずブレンドを、ブレンド0だったら特に変わりなくですね。じゃあ混ぜていきます。小さめでも結構面白いですね。こう弦音を大きめにして、あ
切れよくなるのはこの辺ですね。こっちまで行っちゃうともうグイーってなっちゃうんで、リズムで遊ぶこともできますね。これはまあ飛び道具としてレコーディングなんかで使えるじゃないかと思います。